8月、受賞ですけど、気持ちは。いや、素直に嬉しいです。はい。ホームランもポンと出るようになってっていうところで、はい、何か技術的な変化とか、気持ち的な変化とか。まあ、こうホームランがずっとあんま出てなかった時期があって、甲子園風も強かったんで、ホームラン狙いじゃないですけど、そういうバッティングしてても、なかなかこう率も上がってこないし、っていうのがあったんで、まあ、一回こう力抜いて、行ってみようって思った結果、結構なんかいい感じというか、状態が上がった月でした。その8月どうですか、チームとしては。まあ、なかなかこうね、始まってからこうバランス的にこう、まあ、打っても打たれたりとか、こうちょっとチームとのバランスがあんまり合わなかった感じがするんですけど、チーム状態として。8月です。8月で悪いなりにも、まあ、勝てた試合もあるし、まあ、どんどんこう監督の言うようにこう9月に向けてちょっとずつこう上げていけた時期かなと思います。昨日のホームランなんかはもう完璧な、はい、もう気持ちいいぐらいのホームランだったと思うんですけど、はい、打席では結構ホームラン狙ったりとかは。でも甲子園ではあんまり狙ってないですね。昨日とかも本当にいい風吹いてたんで、チャンスはあるなと思ってたんですけど、甲子園ではあんまりそういうバッティングは狙ってないですね。今あの、まあ、かなりどうなるかわからないっていう、はい、まあ、試合が、まあ、今日も明日も、まあ、この先も多分ギリギリまでなると思います。なんか気持ち的なこうチーム的な、変化とかなんかありますか。去年とは全然違うんで、追いかける立場なんで、まあ、なんていうんですかね、こっちの方が楽じゃないですけど、まあ、追うだけなんで、こう守りに入らずにチームとしてこう攻めていける気持ちっていうのはあります。一個最後に、はい、どうですか、守備は今年1年間やってて、はい、どんな感じですか。そうですね、やっぱり、まあ、課題ばっかりというか、まあ、やっぱこうなんていうんですか、ちょっと不安があったところがやっぱり結果にも出てしまったというか、はい、まあ、それはまだまだだなとは思います。それは結構もう技術的なこうなのか、例えば、精神的な部分なのか、ミスが起きているとき、でもこうミスが続くと精神的にもこうちょっとなんていうんですかね、焦ってしまったりとかっていうのはありますね。ホームランは今何本ですか。まあ、15ですね。あと5本。はい、試合数はあと8。あと8試合、はい、8試合で5本。どうですかそこは。そうですね、まあ、本当にいい風吹いてほしいなと思います。まあ、ちょっと秋風が吹くことを祈って最後、はいはいはい、ね、なんとか滑り込み20本狙いたいと思います。いけるように頑張ってください。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。